今年度2回目、通算6回目となる処理水の海洋放出は、先月17日に始まりました。今日は、配管を処理水を含まない真水で洗い流し、放出作業を正午に完了しました。東京電力によりますと、放出量は7892トンです。これまで周辺の海水のトリチウム濃度などに問題のある値は出ておらず、目立ったトラブルも確認されていません。今年度は7回に分けて5万4600トンの処理水を放出する計画で、今月から来月にかけ3回目の放出を行う予定です。